結局ね、リテイク3回出したんじゃないのかな。リテイク出すとはですね、まさか思わなかったんですよというふうにですね、打ち上げで熱く熱く語っておられました。お前には才能がないと言うんだな。とあれを見ろあれがお前に足りないものだっていう。で、目指したのはですね、まあ、真面目なパロディなんですよね。真面目だから、これパロディですよってなんちゃって的な腰砕けをせずに、最後までやりきるというですね。 アメリカのなんかコメディとかに近い形式なんでしょうね。なんかそういうふうなものを作りたかったんですよ。えー、主人公、高谷のり子はですね、大田コーチにより、マシン兵器パイロットに選ばれる。これがまあ第一話なんですけど、このマシン兵器というネーミングももう悪ふざけですよね。当時ガンダムがですね、例えばロボットと言わずにモビルスーツと言ったりですね、パトレイバーもあのロボットと言わずレイバーっていうふうに言ったりですね、そういうふうな感じでロボットものをやるんだったらロボットと言わずにオリジナルな呼び名にしようと。 そのオリジナルの呼び名っていうのはかっこいいものにしようという流れがあったんで、じゃあ俺たちはですね、マシン兵器っていうですね、なんかこう、どうだダサくてかっこいいだろうっていうですね、このやけくそ感のあるネーミングと、まあこれがその真面目なパロディーっていうのの基本設定なんですよ。ロボットって言えばいいのに、モビルスーツとかですね、レイバー。 それわかるよ。それわかる。でも、じゃあ、あえて、俺たちはマシン兵器だと、当時からダサかったんですよ、このマシン兵器という言い方は。しかし、選ばれたノリコはですね、落ち込み、いじめにもあってですね、事態を申し出ると、私もパイロットなんかになりたくありません。すると、オータコーチはですね、ノリコを連れ出すんですね。私には才能なんかないんですって言ったら、お前には才能がないと言うんだなと、あれを見ろ あれがお前に足りないものだっていうシーンがですね、えー、これですね <laughs>。主人公が憧れてるですね、バラの女王ですね。天野和美さんが、天野和美は僕の元嫁のですね <laughs>、あの、<laughs> 本名なので、結婚前の本名ので言いにくいんですけど、お姉様が鉄桁を履いてで,ですね、坂道、だから階段を登っているわけですね。えー、アフレコでですね、日高のり子さんが、これもう僕、アフレコに全話立ち会ってるんですけど、日高のり子さんが吹き出しちゃっ,ちゃったんですよ。 声優さんってギャグシーンでね、まず笑わないんですよ。もう仕事で慣れてるし、家でもシナリオを読み込んでるから。ところがそこにですね、あれを見ろっていう強い演技の後に、はい、ありがとうございました。では次、あの、お高屋さん、<laughs> お願いします。サグマさんお願いします。っていうふうに言われた時にですね。 お姉様が手継げたおって、こう、こっから語り出さなきゃいけないんですよ。で、リハでも吹き出して、本番でも吹き出して、結局ね、リテイク3回出したんじゃないのかな。もうほんと伝説のカットですね。え、日高さんとですね、すでにもうベテラン声優ですから、まさか自分が笑ってアフレコをですね、できなくなるというか、リテイク出すとはですね、まさか思わなかったんですよというふうにですね、打ち上げで熱く熱く語っておられました。で、 え、お姉様のですね、汗が光ってですね、走りはダブラシでスローモンショーフの作家です。えー、真面目なパロディーだからですね、こういうシーンでものすごいきっちり手を抜かずに面倒くさい作業を仕上げると。足を上げてもですね、ちょっと遅れないようにわざわざ鉄下端にストラップがついてるんですね。足をこう持ち上げる演技をしながらですね、登る演技っていうのをやってます。ここを大真面目にやりきるところでですね、こっから先のあの、説得力を上げようとして,してるんですね。これを見てですね、驚いてるお姉様にコーチがですね、 確かにお前には才能がないって言うんですけども、このシーンがもう大回り込みなんですね。私には才能がないんですっていう時にですね、あれを見ろと言った後にですね、確かにお前には才能がないってこう回り込みをしながら <laughs> 言うんですけども、ひどいセリフなんですよ。あの観客のほとんどは多分このシーンうっかり見過ごして、 笑わないんですよ。本当にね、声優さんの演技力っていうのはマジ最強ですよね。前のカットで鉄ゲタ吐いて、お姉様は鉄ゲタをというところで笑わしてるので、まさかここをギャグとは思わないんですね。確かにお前には才能がない。しかし、代わりに何々があるというフォローがないんですよね。で、最終回に至るまで実は太田コーチはなんでノリコを選んだのかっていうの理由を一切語らないんですよ。才能がないのにですよね。 えー、で、えー、それを言った後ですね、オタコーちゃん、なんか、まあなんか、いい感じのセリフで終わるんですけども、夕日を逆光でバックにして説教してます。才能がないから努力しろとかですね、才能がないから努力しろって言うんだったら、別にこいつでなくていいと思うんですけどもですね、むちゃくちゃの説教されてるけど、夕日がバックだから、なんかね、いいこと言ってる感じになってるんですよ。で、そもそも、 才能がないのはなぜ私を選んでるんですかっていうノリコのですね、あの質問には、ね、一切答えない、太田コーチっていう,こう設定がギャグになってるんですね。で、その後、こう、バンゲリスっぽい音楽がかかってですね、ここも逆光です。とにかくトップはですね、困ったら逆光なんです。ロボットがですね、背中にタイヤを乗せて腕立てしてるシーン。これもあの、ギャグシーンなんだけども、バンゲリスっぽい音楽を田中光平さんに あの、バンゲレスの炎のランナーの、タンタタタタン、タンタタタタンっぽい音楽っていう風に言ったらですね、その頃の田中公平さんは大ノリノリです。バンゲレスっぽい、わかったわかった、俺そういうの得意だよって言ってたんですけども、トップのエラー終わった後、もう二度とあんな仕事はしないって笑いながら言ってたんです。あの頃の俺はどんな仕事もダボハゼのように食いついていたんだけども、 もう今はあんな無茶な仕事はしないよだって学校が終わって4時半になって皆さん帰ってくださいという時の音楽あるじゃないですかでそれドブルザークの僕の小学校が大阪市のオリオン小学校というところがそれがドブルザークのですね陶器余りだったんですね新世界よりの「タンタタンタンタタンタンタンタタン」っていう音楽だったんですよ。 で、それもですね、まあ、その、そのまま使うとですね、なんだろうな、あの、お金がかかるので、もう、グロスで田中公平さんに、ここは、ドブロザークの新世界よりの、東京山にっぽい音楽でお願いします田中公平が、任せとけって言って、本当にそっくりな音楽かけてるんですけども、まあ、ここもそうですね、バンゲリスの炎のランナーっぽい音楽でですね、腕立てしてますですね。で、最後ですね、ランニングですね。またもえ、夕日逆光のですね、バンゲリスですね。上映会ではですね、 ここ笑っていいんだろうかという感じで,ですね。戸惑った感じの笑いがですね、ところどころ起きてるんです。でも僕とハンド君が行く上映会ではもう僕とハンド君がここら辺率先して大爆笑するのでですね、お客さんが安心して笑うという状況になってるんですけど、こういうのがま最高に楽しいわけですよね。この、なんでしょうね。夕日をバックにしたり、逆光でバンゲリスポーを音楽かけると人間って感動しちゃうよね、と。で、そこにちょっとバカなシーン入れることで、 不思議と僕らの気持ちも盛り上がってくると。トップを狙いのパロディっていうのは、感動する構造をパロディにしてるんです構造をパロディにしてるのであって、やってることは大真面目なんですよね。最後、ここだけ1話、1話だけで偉い語ってるんですね。お菓子のシーンがあるんですけども、これあの、イチゴカルピスとかですね、ペプシとか UCC とかですね、その他ブランド名が出てるんですよ。アニメでですね、ブランド名をここまではっきり出したのは、実は トップを狙いが最初なんですね。これ、もう僕、はっきり覚えてる。なんでかっていうとですね、ブランド名を出すなっていうふうに最初言われたんですね。それは一緒に仕事やってるプロデューサーの井上さんにも言うふうに言われたし、あとバンダイとかビクターにこれの許可を取るときに、いや、それはっていうふうに言われたんですで、なんでダメなんですかって、やっぱりみんなはっきりは答えられないですね。そういうのは一つ一つを許可を取らなきゃいけないんじゃないかっていうふうに言うだけなんですよ。いけないんじゃないかって言って、ずっと僕らは、 例えばそのコーヒーだったら UCC みたいに UTT とかですね。そういうダサいパロディやる,やるしかないんですよ。でもそういうダサいパロディをやりたくないじゃないですか。あ、今あの、えー、テレビ放映の時困るっていうですね、コメントがあったんですけど、それだったら実写の映画でも全部できないはずなんですね。ところが実写の映画とかハリウッド作品ではですね、普通に 別にブランド名を出してるわけなんですからですね。アニメだけできないはずはないわけなんですよ。で、ダサいパロディ、その、なんだろう、UGG みたいなことをやりたくなかったのでですね。まあ、パロディ真面目にするんだから、こういう時に商品名をきっちり出すことで、真面目な感じが出るんですよ。で、ここで嘘ブランドを出したらですね、真面目なパロディやりたいって世界観が崩れちゃうんですね。だから、実はトップを狙いの1話で僕がプロデューサーとして一番苦労したのが、 このカットですね。このカットで商品名を出すこと。今ではアニメーションで当たり前になってます。どちらかというとコラボというふうに言われるぐらいなんですけども、ここはですね、トップを狙いで,ですね。ちょっと個人的な思い入れのあるシーンでした。第1話の解説はここまでです。どうもお疲れ様でした。